けれたけれ心を殺すことある。今回の動画は株式会社アルテミスさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。定期的に褒めると長持ちします。どうか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ていて、でも不当だとか余計三谷と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。読み方はシュンタさんで、はい、シュンタですかね。はい、そうです、シュンタです。すいません、ありがとうございます。本当にあ、いいですか。はい、はい、あ、寒いですね今日。寒いですよね。はい、よろしくお願いします。シュンタさんは、はい、あのプロフィールとか、あのアカウント名のやつクックパーさんです。そうです、はい、もう20歳からずっと今デビューして18年目って感じですね。18年目って現在も現役なんですか。そうです、だからもう今そうですね現役で19年やってて、まだ現役です。キックボクサーさんの寿命、選手寿命って今30。ああ、基本的になんか30ぐらいっていうふうに言われてるんですけど。じゃあだいぶベテランってことですか。そうっすね、はい、まあ結構長いことやってる方ですね。はい、60戦、あれ65戦ぐらいやってると思うんですけど、まあちょっと成績あんまり数えてなくて最後らへんまで、はい、ごめんなさい。そうです。現在あ、これは、一応持ってる感じなんですけど、それはもう現在も一応、まあそうですね、今3つベルト取ってて、はい、2つが一応現で持ってる感じですね。今ビッグバンっていう団体のチャンピオン、スーパーフェザー級のチャンピオンで、はい、やってる感じですね。ビッグバンは、はい、国内でビッグバンはとりあえず国内ですね。うちの谷山ジムっていうところに所属してるんですけど、そこのやってる興行ですね。うちのジムがやってる興行。そうか、はい、あれっすもんね、ボクシングとか、はい、あ、ありますね。ボクシングよりもキックボクシングの方が枝分けっていうか、まあ、いろんなところで乱立されてて、なんかベルトもすごいたくさんあるんですけど。なるほどね。はい、なんで、まあ、キックのベルトって言ったらそんなに大きな価値はないのかなっていうところはありますね。ちょっとやっぱりいっぱいある分だけ、そう、薄くなっちゃってる感じですね。だからボクシングほどその注目度も低いとか。そう、それもあると思いますね。はい、そういうキックボクシングの出身は K-1 とか見たりするんですか。そうなんですよ、 K-1 がやっぱり一番もてはやされてるというか、まあメジャーになってる感じがあるんですけど、自分は肘ありの団体でやってて、てかまあキックボクシングはもともとが肘ありなんですよ、メータイから派生されてて。でもそこからそれが5ラウンドなんですよ、肘ありの5ラウンドですけど、3ラウンドで、まあ、やってるその肘なしになってるのが K-1 っていうやつで、はい、それがメジャーにすごいなってるからキックボクシングは陰ってますけど、もともとはそっちですよというものですね。はい、逆に K-1 参戦は、うん、トライしたことあるんですか。ないです。スラムとかあるんですか。はい、キックが好きっていうことと、あと適性がもうずっと自分若い時からもう肘ありでやってきちゃってるんで、結構違うんですよ。肘があるのとないのじゃ全然違うところもあって。やっぱりどこ出身。自分は、愛知県名古屋市出身です。で、小学校4年生の時に平塚市に、平塚っていうか神奈川県ですね、の平塚ってところに引っ越してきて、まあ、お父さんは系譜というか、その後で結婚した、小学校1年生か2年生ぐらいの時にお母さんが結婚して、まあ、それまではずっと2人暮らしだったんですけど、お母さんと。あ、お母さん生まれた時からじゃ、生まれた時で1歳の時かなぐらい、自分覚えてないんですけど、お父さんはもういなくて。それはあれですか、はい、
どんな形でそういうふうに。ああ、なんかそれはまあ元お父さんの浮気なのか分かんないですけど、そこら辺細かいことは分かんないですけど、でも普通になんて、まあ、普通に生きてるそういうので、お別れになってみたいな。あ、そんな感じだと思います。はい。物心ついた時からシングルマザー。そうです、そうです。お母さんがずっと育ててくれて、で小学校1年生か2年生ぐらいの時に、お父さん、その鈴木だったんですけど、 今も、まあ、お父さん鈴木に通ってるんですけど、そのなんだ、そこでお母さんとつながって、お母さんも鈴木で働いてたんですよ。そこで、まあ、社内恋愛みたいな感じですかね。はい、そこでつながって、で結婚して伊藤さんで遊ばせてもらったんですけど、伊藤さんって言うんですけど、自分伊藤俊太って言うんですよ。はい、伊藤さんっていう風に呼ばせてもらったんですけど、お父さんに途中から変わって、で転勤があって、小学校4年生の時に引っ越してきた、はい、感じになります。お父さん現れたみたいですか。そうですね。どんな、いや、嬉しかったですよ、自分は。仲良くしてくれるし。そうですね、だってもうその前からもうだって伊藤さんっていう感じですごいなんか遊んでくれてたし、はい、なんかもう本当にお父さんになって、なんか変な感覚でもなかったし、なんか嬉しい一言でしたね。はい、はい。あ、そうなんですよ、小4、そう、それはもう普通に小学校は卒業して、ヤンキーだから少年院、なんとヤンキーだからとか、まあ、悪いことしたから少年院には行った感じになりますけど、中学生の時に中2の時ですね、でヤンキーの先輩がいて、なんかボンタンとか、なんかタンランとかって、まあ、世代だから分かる、あ、なんか、まあ、漫画の中の世界ってイメージ。あ、そうなんですね、そうなんですね。はい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 、その先輩がいて1個上に、はい、でその感覚がなんかかっこいいなと思って、で自分もボンタンとかそういうのを履こうと思って、それを履き出したら、なんかそういうようなモードに変わってくるというか。あ、じゃあそれまでは別に不良でもなんない。あ、全然なんでもないです。もう真面目な感じですね。はい、真面目というか真面目なのかな。でもなんか目立ちたがり屋ではありましたね。あ、じゃあすごく騒ぐ元気な子みたいな。そんな感じですね。はい、学級委員長になってみたりとかっていうようなところがあったりとか、なんかボンタンとか履くなったら、ねえ、なんかちょっとモードが切り替わったというか、なんかちょっと肩を風で、ね、を切って歩くみたいな感じのモードとかあるじゃないですか。なんか服装からそういうような感じがなったのか、うん、なんかそこで髪型もちょっと色も変えてったりだとか、あと、まあ途中からパンチパーマしてみたりとか、なんかいろんなことしてて。喧嘩は強かった？いや、喧嘩はその頃からまたその先生とやるようになっちゃって、で先生を7回そのまあ喧嘩があって、喧嘩というか自分がちょっと一方的に やってしまうような形になっちゃってるんですけど、そこで起訴をまあ3回目ぐらいからされたんですよ。1回目2回目はまだ大丈夫だったんですけど。あ、もう3回目に訴えられました。そこで鑑別所に入って、で3週間4週間で出てきて。なんでそんなにやっちゃったんですか、先生。いや、なんか、うん、反発したかった感じがありましたね。いわゆるザ・春季の反抗期みたいな。いや、まさにそんな感じですね。それでそのなんか先生と喧嘩するなんてもともと思ってなかったんですけど、それも一個上の先輩で、まあ、イクルってやつがいるんですけど、そのイクルがなんか先生を殴ったっていうのを聞いて、でうわっていうふうに思ったんですよ。なんか、おい、先生殴るってありえないじゃんみたいな感じになったんですけど、でも先生殴っていいじゃんみたいな感じの、まあ、自分が感覚になっちゃったんですよ。で俺も負けてらんないじゃない。そんな感じのイメージですね。はい、まあ、負けてらんないというか、まあ、やってもいいんだなみたいな感じのちょっとそう概念が生まれて、で先生とそうなんか言われたら反発して口論になって、で手上げ出しちゃうみたいな感じで。それでも3度目の正直じゃないけど。そうですね、怒っちゃって。そうですね、もう何回かやっちゃってるから、それで3回目4回目5回目あ、じゃねえな、4、5、6、7ですね。で4回目で、あ、7回目で、あ、いや4回の基礎で、入りましたね、鑑別所。基礎されてもやり続けたんですか。そうですね。全部同じ先生なんですか。いや、ちょいちょい違います。3人、4人変わりますね、それはね。そうですね、1人はちょっと、まあ、怠慢みたいな感じになったりはしたんですけど、なんか相手も手出してきて、それは、まあ、基礎はされてない感じなんですけど、そういう先生もいたりはしたんですけど、基本的には手出さないような先生にやっちゃってるようなちょっとダサい男でしたね。そうですね、はい。平塚って土地柄もあるんですか。土地柄あるのかもしれないですね。なんかやっぱり4つぐらいの先輩とか新ナスいながら単車で、流しながらその中学校来たりしてたんで、あ、この人、あ、その時も新ナスって、うわこんな感じ、新ナスって吸うもんなんだみたいな感じのことで、その時もなんか、あ、こんな人がいるんだなっていう風なところから概念が少しずつ悪い方に染まっていった感じはありますね。それで少年院に行っ
それが少年院は高校生で、自分高校入ったんですよ。で半年で辞めちゃったんですけど、その時に、まあ、それも半年で退学して、まあ、傷害事件があって退学しちゃったんですけど、それは誰をどうしたの？あ、それは朝鮮の方がいたんですけど、生徒で、はい、その方と喧嘩になって、その時に、ちょっと やっちゃったわけですよ。ボコボコにしちゃって。喧嘩になった理由なの？では目つきが悪いとかそんな感じですね。あ、そのなんか校内を回ってたんですよ、そこの時に。でなんかそんな、回ってたら、まあ、とにかくちょっと、なんか反抗的な感じのやつがいたみたいな感じで、でまあ、その、まあ、先輩と一緒に回ってたんですけど、はい、でなんか何も言うこと聞かないからっていう感じだったのか、まあ、確かそんな感じだったんですけど、それで、まあ、殴ってやっちゃったんですよ。それ朝鮮の方は朝鮮出身ってのは関係あるんですか？いや、それは全然全く関係ないです。もうそれも知らなかったです、全く。それは後から知ったことなんですけど、そこで自分禁止になったんですよ。禁止になって家で1週間待機みたいな感じ、1週間か分かんないですけど、待機時間なんで自主停学みたいな、あ、自主停学じゃないや、停学になって、そこでそのまま家に、まあ、お母さんとか妹とかがいるときに、ちょっと、まあ、報復じゃないですけどにちょっと来た感じがあって。そのやられちゃった子が？そう、いや、家族で。家族で、はい、報復っていうか、あ、ごめんなさい、報復はちょっとその後になるんですけど、その時に来て怒ってるんですよ。まあ当たり前ですけど。そうです。それ、その女性の、生徒 とお父さんとお母さんがいて、でその時にそのすいませんっていうふうに謝ってたんですけど、その時にお母さんも一緒にいて、玄関前で、でそこでボコボコに、まあ、その生徒、自分がやっちゃった生徒がボコボコにしてきて、で自分やばいっていうふうになってて、でもまあとりあえず自分がやっちゃったもんだから、まあそのままやられてよみたいな感じだったんですけど、それでちょっともう結構やられてたんで、ちょっとこういうふうに話す感じにしたんですよ。そしたらあっちのお父さんがなんか加勢してきて、またボコボコにされて、でなんか 目にちょっと手突っ込んできたりだとか、指とか、でそっから玄関の中入ってって、家の中入ってって、なんか包丁取り出してなんかやろうとしてて、そこであっちのお母さんが止めたみたいな感じになって。はい、被害者側のお父さんもすごいちょっと適当な感じだった。あ、そんな感じでしたね。完全にちょっと怖かったです。それでお母さんとサラは泣いてたっていう、サラっていうか妹ですね、が泣いてたイメージありますね。はい、でバイオレンスでしたね、それは。はい、そこで退学になった感じです。あ、その家での一件があって退学になった？それは自分はただやられただけなんですけど、それはもうやっちゃったって言ったら退学になって、そのまんま、あ、でも一回戻ったのかな、そこら辺ちょっとなんか何個か重なったんですよ。怪我じゃねえや、その、障害じゃなくて、何かペットボトル投げて上からとか、なんかいろんなもの重なって、そこら辺でやめれましたね。あ、その時じゃなかったかな。でも定額明けでも反省の色が見られず、もう手に負えないってことね、ってことね。そうですね、そうですね。何歳だ？ 16? それが10と、何歳だろう、高校1年生でしたね。15、16。で、その後に暴走族入って、まあ、結論1年ぐらいでちょっとやめちゃったというか、はい、感じだったんですけど。暴走族って、こんな気軽にやめていいもの？いや、結構みんなぶっ飛ばされてましたね。辞めるとき、はい、自分の代だと、1個上の先輩と自分の1個下の代が一緒にいて、でなんか上の方がその頭みたいな感じでやる代だったんですけど、だから自分たちは、まあ、下の代として、まあ、親衛隊だったりとか特攻隊みたいな感じで、言われたりしてたんです。ケツ持ち隊、ケツ持ち隊ですか、なんか親衛隊とか言われてたんですけど、自分は辞めるときには、まあ、ぶっ飛ばされてはなかったですね。うまいことですね。いった相手が良かったの？いや、なんか、なんですかね、そう、なんか下手な感じで、なんか取り入るのがうまいって言ったら分かんないですけど、なんかもう相手をあんまり怒らせないような感じにできた感じだったんですかね。その時になんかタイミングが良かったっていうのもあるんですけど、みんなぶっ飛ばされたんですけど。なんでやめたんですか？あ、自分、それはもう暴走族でカンパとかがすごい、カンパってあるじゃないですか。お金集めるの？そうですね、ステッカー代だったりとか、なんかお金を、まあ、30分以内に5万円集めてこいとか、なんかいろいろあったんですけど、それで、まあ、いろんなカツアゲしたりとか、なんかひったくりとかしたりとかっていうのが結構あって。カンパとかは大体いくらぐらい求められるんですか？あ、それだと、ステッカーだったとしたら、まあ、普通に1万円とかそんなもんですけど、でその、まあ、先輩、ちょっとあんまり言えないんですけど、それは、まあ、何時間、何十分以内に5万とか、何十分以内に3万とかっていうのをそのスポットで言われるんで。それも必死になったってこと？そうですね。集められたら自分がやられたの？
そうですね、はい、じゃないとそれはもう本当にぶっ飛ばされたくなさすぎてめちゃめちゃ、もうお金は、まあ、自分の場合なんかそのかさ上げとか そういうこともしましたけど、それよりも後輩に、暴走族でもない後輩とかに、まあ、お金ちょっと、うん、頼むわみたいな感じで集めてたっていう感じありますね。後輩はどうだったんですか？後輩はまあなんか普通に財布とかでからもらくれたりだとかっていう感じだと思いますけど。かさ上げじゃないんですか？かさ上げ、いや、まあ、まあ、ある意味かさ上げなんですかね。でもなんか本当お願いしますみたいな感じで、お願いお願い、ちょっと今やばいんだよ、もうすぐ集めなきゃみたいな感じで行って、お金をどんどん集めてってみたいな。かさ上げするってことですか？そうですね、なんか基本的にはその時にお金を作ってた作り方としては、 CD とかをスミヤとか、なんかあのスミヤってあるじゃないですか。スミヤわかんないですか？あ、ないのかな、こちら辺で。 CD とか DVD とか売ってるショップっつがでかい、まあお店があるんですけど、そこから持ってきたりとか、ゲームドリームキャストっていう昔流行ったやつとかがあるんですけど、それとかをなんかかっぱらってきて、それを売るっていう感じだったんですけど、あ、なるほど、ね、でも30分とか1時間じゃ集まんないから、ちょっともうお金貸してって言って、まあ、返してないですけど、はい、その感じで集めた感じがあります。時間だと結構きついですね。 お金をもうだってお店から持ってきて、それを売ってお金にするまで結構時間があるんで、だとしたら借りた方が早いなと。あとお母さんにも借りたりしましたね、そのカンパのため。そうですね、はい。お母さんなんて言うんですか、なんでお金してるんですか？カンパで確か言ってないですね。普通になんかお金絶対返すから貸してみたいな感じだったと思いますけど、何と言わずにね。そうですね、あ、はい。うちはセキュリティソフトを入れてるから大丈夫だな。ちょっと待った。え、何？あなたは？私はアルテミスの荻原だ。セキュリティソフトではパソコンの防御はできるが、ネットワーク内部からの漏洩から守ることはできない。内部からの漏洩？うちの社員に限ってそんなことは。最新のセキュリティ被害の調査で、内部不正による情報漏洩はなんと6位に入っているんだ。なんだって？もし内部から情報が漏洩したらどうなると思う？従業員への個人情報漏洩に伴う被害、不正送金などによる金銭のダメージ、そして会社の信用がなくなり顧客を失ってしまう。コロナの流行で VPN 経由でのテレワークが主体となった今、大企業でも起きている内部情報漏洩が中小零細企業で増えている。怖いのは社長が知らないところで社内データ、社長の給料、サーバーにある機密情報で被害が出ていることだ。うちの会社は終わりだ。でも大丈夫。アルテミスならテレワークにはパッドサービス、データの共有には EOS だな、スマホにはリップ2、何でも提供できるんだ。このようなシステムを導入することで情報セキュリティ強化になるのはもちろんのこと、情報漏洩の抑止効果も期待できるんだ。ありがとうございます。中小零細企業のネットワークセキュリティならアルテミス、アルテミスで検索で、あ、もうちょっときついなっていう風なところで、はい、1年ぐらいでしたね。で、辞めた感じで、その1週間後に、パクられちゃったんですけど。え、なんで1週間後パクられちゃったの？1週間後は、そのひったくりのやつですねが あって、それひったくりってのはそのカンパのためにひったくったってこと？そうですね、まあカンパのためもそうですね、カンパのためもそうですし、あとまあ自分で生きていくというか、そんな感じ。バイトとかももちろんして、まあちょこっとはしてましたけど、まあそっちの方が効率的っていうふうに思ってる感じになっちゃって、普通にそこからひったくりの方が、ひったくり、まあひったくりはまあそんなにやってたわけじゃないですよ、本当に何回かですけど、本当に万引きが多かったです。万引きが一番効率的に稼げた感じだったんで、その本体とかバーってこれに持って、開いた瞬間、ガチャって開いた瞬間にボッて出ると鳴らなかったりするんですよ。とか、あのカチャっていう風になんか前ついたじゃないですか、防犯のやつとか、あれをバキッて外したりとか、外し方が結構あって、それを結構もうみんなその時は流行ってたというか、はい。ちなみにそれだろ、捕まったひったくりっていうのは暴走族辞める前のひったくりだ。そうです、そうです、暴走族辞める前のひったくりですね、はい。そうですね、だから、あ、それは万引きで捕まって、警察に行ったんですよ。そしたらそのひったくりのことも余罪みたいな感じで出てきて、ここの 3F、 まあ、コンビニに、まあ、映ってて、このひったくる瞬間みたいな感じのものが。コンビニでひったくりしたんですか？コンビニの外ですね。で、はい、そのやつが一個ちょっと
決めてというか、はい。そうですね、一発派手ななんか、ね、誰かをこうかなり大きな怪我を負わせちゃったとか、そういうことではないんですか？それはないです。それはないですというか、その、ないですね。その高校生のになってからは。はい。完璧賞2回目だったんで、そのまま少年院入って、喜連川少年院っていうところ、長期少年院だったんですけど、長期少年院だったんだよね。長期少年院、まあ短期と中期みたいなものがあって、長期。で、長期で11ヶ月、11ヶ月か。っていう設定が決まってるんですよ、基本的に。で、自分はまあ、9ヶ月から9ヶ月半くらい出てきた感じではあるんですけど。あ、中ではちょっとおとなしくしたんですか？そうです。もうすごい模範生でした、完全に。どうなんですか、捕まっちゃって。いや、気持ちというかもう、いや、なんか反省というよりも早く出たすぎる感じがあって、やっぱなんか、最初はそうですね、そんな感じに思ってて、もうなんか反省があんまりしてない、もう絶対やらないっていうふうには思ってるんですけど、なんかとにかく早く出たい。早く出たいって言って、もうだって11ヶ月って言ったら、もう30日で、1ヶ月30日で、330日で、じゃあ990回ご飯食べたらもう出れるんだろうみたいな感じ、指折り数えてて、指折り数えたら逆に時間長くて、うわ、もうこれやめたみたいな感じとか。高1の年ですね。はい、1年で。この1年間の中に入ってて何の不自由もないっすね。そうですね、もちろん。しかも、その、喜連川少年院って、自分が行ってた少年院って、他の少年院と比べると、まあ、友達なんかみんな結構少年院行ってる子が多くて、そこでも聞いてみると、うちの少年は結構厳しくて、なんか、会話がまずダメですね。あ、そうなんですね。なんか小田原少年院の時、その当時は結構喋ったり、普通にゆるくやったとかは聞いてるんですけど、はい。でも、喜連川少年院ってその時、本当にもう指摘し合う、もう相手っていうか、その中に入ってるのはみんな敵というか、もう、な、友達っていうか仲間でも全くない感じなんで、注意し合うんです。注意し合うんです。あ、それ聞いたことあります？あ、なんか、ええ、そういう一面があったことがあったんだ、ちょっと。ああ、そうなんですか。嫌味っぽく、なんか集中攻撃されたことがあるみたいな。ああ、その嫌味っぽく集中攻撃もちょっとできない感じは、まあ、それぐらい厳しい感じですね。なんかもう、言葉をあんまり発しちゃダメみたいな。肘ついたら肘ついてますみたいな。三谷さん肘ついてますみたいな。で、すいません、失礼しましたって言われて、いいですっていう風な感じですね。なんで笑ってもいけないですし、表情を崩してもダメな感じ。テレビとか見れるの？テレビは基本はなかったっすかね。なんかそういうみんなで見る時にあったかなっていう覚えがある程度で、なんかテレビをそんな見た覚えがないですね、少年院では。何するんですか、暇すぎません？なんかその、もちろんっていうか、その余暇の時間には見ますし、あとはその職人コースみたいな感じ、まあだからなんか自分は溶接の免許とか取ったんですよ。あ、そうか、その資格も取れるんですか？そうです、そうです。資格も取れるし、大卒なんでしたっけ、なんか大卒検定だ、大検も取れる。その2つのところがあって、自分はそっちの職の方に行って、半自動と手ワークみたいな感じの溶接の免許を取りました。はい。以上、溶接の免許取って、17ぐらいで出所ですか？17で、そうです、出所ですね。はい。その時はテンションはどうなんですか？もうテンション。真面目にやろうっていう感じなのか、単純に遊びまくりたいぞみたいな。いや、遊びまくりたいぞという感じじゃないんですけど、テンションは、とりあえずキックボクシングをもう目標としてちょっとやりたいなっていうふうに決めたんで。それ、キックボクシングは何から？あ、ごめんなさい、それは、さかのぼって、もう中2の時にちょこっとだけやってたんですよ、はい、本当に遊び程度に。習った？そうです。伊勢原の手でちょっとやってて、その時にやっぱ強くなりたいとこあったけど、その時はまだ全然真面目にやってなくて、で、なんかその少年の中でやっぱ目標を決めなきゃいけないみたいな感じがあって、で、キックボクシングでプロになってっていう目標を決めたんですよ。だからもう出てからそういうようなものをしようっていうふうに決めてて。少年の中で目標ないかなって思えたのは何でなんですか？あ、なんか目標を決めるような、なんかそういう、なんか、目標決めなきゃいけない的な感じですかね。カリキュラムで、そうです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 。少年に入るってもうなんか反省して、やっぱりその目標を決めて、次にもう何もやらないように、なんか悪いことを しないようにするために、なんか入る更生施設っていうのがもうそういう風に言われてたんで。あ、テーマでね。そうですね、そうですね。なのでそれを真剣に考えて、そういう風に したんです ね。はい。そこから一回も変わってないですか？真面目にやるんですか？あ、捕まってないです。はい。でもちょっとまあ、まだ抜け切ってないところはありましたけどね、ぶっちゃけて言うと。そうなんですか？ちょっとした行動を
揉め事で殴っちゃったとかそういうのあるんですか？っていうかそのまだ窃盗がちょっと癖が残ってましたね。その盗み、ここから盗みたいなのがあと本当にあったの？そのまあなんか旨味を知っちゃった感じがあったから、そのなんつうんですかね、その万引きをしちゃう感じの癖、手癖がちょっと悪かったんですよ、その時。やめられないんですか？それは、なんかノリでやっちゃうみたいな感じがあったり、みんなで友達なんかといるときにバーベキューなんか行くときに、なんかコンビニ出ちゃったお酒しゅ、なんかシュンタお前どうみたいな感じとかでなんか言われた感じで、なんか乗ってパクって、でそしたらみんながなんかウェイとか言ってるからみんなのせいにしてるわけで、まあ自分がやってるわけですけど、はい、そんな感じのこともやっちゃってたから、それは捕まってないですよ。でもだからちょっとまずいかもしれないですけど、はい。それ逆に38じゃないですか。ええ、逆にいつ万引き卒業できたの？あ、でも20、まあ、いやもうあとそこの出てきてからちょっとしてからですね。あ、じゃあ21ぐらいでは卒業できたの？もうそれぐらいにはもう全然、あ、20、そうですね、21か、まあそうですね、その前ぐらいだと思いますけど。ぐらいでは。はいはいはい。へー、まあ良かったですね、それやめる。いやちょっと最悪でしたね、このなんかテクセス。まあなんかお酒飲みた時とかもなんかスニッカーズとか食べたくなってなんか入れちゃうんですよっていうのがあって、本当は欲しいわけでもないけど、もう食っちゃうのが、なんかそうですね。これだってスニーカーズパクったら100円なんか得したってなるじゃないですか、とかなんかそういうような感じとかもうやっちゃってる時があって、でも逆に言うとそれ100円のリスクで本当捕まること考えたら別にそんなめちゃくちゃ欲しいみたいな、その頭回ってなかったですね。絶対捕まると思ってないというか、もうなんかそこの技術がどんどん上がってっちゃってる感じだったんで、万引きのね、はい、もうそうなんですよ。そこら辺とかもうなんかここら辺とかもなんか縛って、この下側を縛ってこういう風にやって、そう入れるやつあればどんどん入れちゃえば、なんかいくらでも CD とかでも入ったし、まあその後は CD とかやってないんですけど、ちっちゃいものをちょっとやってるっていうの癖がありましたね。でも本当にそこからもう途中もうやってない、その癖はもう完全にないです。今なんか癖があるみたいに読まれたらちょっと嫌だからあれですけど、ね、いや本当そうですね。20歳の時にデビューしたんですよ、2年プロデビュー、プロデビューがプロテストみたいな、自分の時はなかったです。高等でプロですか？新空手っていう空手の大会、アマチュアの大会があって、そこで優勝したらプロにならせてもらえるというふうな感じを言われてて、で優勝をまあしたからプロの権利を会長から、まあ会長からいいって言ったらもうプロなんですよ。まあでもしっかりそういうね、そうです、ライセンスとかも別にないです。なるほどなるほど。 あったりもするんですけど、そんなに広まってないです。まあ大抵の職業とかそうですもんね、うん、逆に言うと。ああ確かに、ディレクターもライセンスなんてないですか？ああそういうことですね。はい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 、うん、どんぐらいで日本チャンピオンになるかは、1年、2年後ぐらいですかね。そのぐらいで。何人トップに向けてるの？自分8戦目でしたね。確か。8戦目か9戦目ぐらいだったんですよね。9戦無敗とか8戦無敗ならば、日本チャンピオン。いや、無敗じゃなくても、そのやっぱ、ボクシングとやっぱ違って、会長がそのタイトルマッチとかの、まあ、会長の力とかも結構あったりすると思うんですよね。はい、そこに、まあ、組める組めないっていうのはマッチメイクとか。やっぱそれは会長の力とか、まあ、その会長の例えば会長の力がなかったとしたらそこの、うん、マッチメイクまでこぎつけなかったりとか結構するんで、いろいろあるんですよ。そうなんです。ボクシングとか、はい、ボクシングとか不思議ですよね。よくね、なんかいろんな世界チャンピオンいるじゃないですか。はい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 。でもなんかこの相手は実はめっちゃ弱かったみたいな。あ、そうですね、そうですね。言ったりもするじゃないですか。あんまりその、格闘技詳しくもなければ、なんか調べたとかすることもないんですよ。はい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 。だから別になんかどっちでもいいなと思いながら聞き流して。ベルトってあれですよ。だって例えばなんか新宿で、じゃあ一本そのベルトを作った新宿、まあ、じゃあ自分、じゃあ平塚なんですけど、平塚チャンピオンみたいな感じで、平塚で作ったものが平塚市内のチャンピオンだとしても日本チャンピオンみたいな感じでなんか認定しちゃえばなんかベルトになっちゃうというか、もう勝手に作れちゃうんですよね。プロモーターが勝手に作れちゃうんです。不思議な競技ですよね。そうですね。そこのなんかそのでもシャッパーダンスとかも下手くそだったんだよな。あ、そうなんですか。あ、なんか団体がいっぱいあって、はい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 、なんか日本チャンピオンとかって言って、あ、そうなんだ、これってなんとかなんとかなんだって、ネットとかだとまた違う日本チャンピオン出てくるんですよ。あれ、このワルツの日本チャンピオンどっちそれがもうほんとたくさんあるから、もうボクシングはそんなにないと思うんですよ。
まだ少ない方だ。全然少ないっていうか、1個だけでも多いなと思います、ね、ああ確かに確かに。それよりもすごい10倍20倍30倍もっと多いのかな、分かんないですけど、もうそれぐらいもういくらでも作れちゃうみたいな感じがあるわけですから、なんか、うん、その価値は、そうですね、そのベルトに価値があるというよりも、その選手がどれだけ強いのかっていうか認められてるのかで結構、まあ視聴者さんとかお客さんが決めるようなもんなんですかね。人気だったのか価値があるとそうですね、そうですね。スンさんはプロでやっていくのかな、でもそのキックだけで食っていけてるんですか。キックだけで食っていけないです、全然。じゃあその25とか、ワンチャンとか慣れたから、何の人ですか。自分とダンプの運転手ずっとやってました。はい。え、マスターってことはどっからやめるんですか。31の時に、自分で独立っていうか、まあ自分で稼ぐようになって、はい。それ何で。アマゾン物販です。なんか転売とかそういうものですね、小売業ですね。 DVD を売るような形になったんですけど、はい、そこで稼げるような感じになってたんで、もうちょっとダンプの方にも少しずつそのシフトというか、まあサラリーマンというかその正社員を辞めさせてもらって、うん、バイトになってな、うん、まあ5だったり4だったり3になって2になって、その出る日出面が、あ、5日か、あ、週5日から週2日に、どん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 減ら、そうそうです、そうです、どんどんフェードアウトしてって、今ではバイトでたまに出させてもらうぐらいの感じですね。そしたらその転売業みたいなのが、そうですね、のおかげで自分の、まあそのキックボクシングの環境も自分で作れるような感じというか、その試合前1ヶ月だったとしたらそっちに集中できたりだとか、そういうような環境は自分で作ってった感じありますね。はい。大変っすよね、そういうことだと。いや、みんなみんなだから、そうですね、なんか基本的にはファイトマネーだけじゃ全然食っていける人はいないですね。まあ、しょうがないです、ね、全く団体もらう、いや、いっぱいあるってことは規模は小さいってことですね。そうですね、しかもファイトマネーで言うと、だって、チケットでだいたいもらったりするんですけど、自分たちの場合は、それが30とか35万円分ぐらいの、自分で言うとですね、で他の人とかだったらやっぱりチャンピオンクラスでそれぐらいかなって感じです。まあ聞いたことあるのは20から50ぐらいの間っていうんですかね。そうなんです、ファイトマネーが。そうです、それがチケットが半分とか、チケット半分半チケットだったりとか、全部が現金だったりとか、全部がチケットだったりとか、それはプロモーターによってバラバラですけど、全部がチケットで配布されるってことですか。それ自分が、あ、そうです、売るんです、売るんです、売ってファイトマネーです。おー、じゃ全部チケットきつくないですか。もう基本全部チケットっすよ。じゃあ50万円分ファイトマネーだってチケット買うから、それ50万円分はけなきゃいけない。そうです、そうです、はけなかったら、まあそのファイトマネーが少なくなる感じですね。それもう練習よりそっちの方が大変なんじゃないですか。あ、それも結構あって、やっぱプロになってもう厳しさが分かってやめていく人とかも全然います。でも自分としてはなんかそれがなんかそのチケットを売るスキルじゃないですけど、その販売というか、なんかそういうビジネスをの勉強というか、なんかそういう営業をかける勉強にもなるかなと思って、自分はまあプラスに一度は捉えてますけど、はい。あ、じゃあ強くてもそれが向いてなくてやめちゃうんですか。あ、全然いますていうか、むしろ全然多いです。なるほど。じゃあ、はい、なんていうか、ビジネスの才能も加わっての、そうですね、チャンピオンになってくるんですね。そうですね、だからビジネスを、ビジネス感を養うために、なんか結構いいのかなと思ったりするんですけどね、自分としては。いや、はい、でもまあ確かに強そうですよね。そうですね、そっちの方がいいっすよ、引退したと思う。そう、そうなんです。自分で稼ぐノウハウを持ってる。そうです、そうです、そうです、そうです。だからそこのつながりとかも自分で作り行ったりだとか、チケットも売るのもそうですし、あとスポンサーについてもらうのもそうですし、そこら辺もやっぱ自分でオファーをかけに行くっていうスキルというか、そこら辺はついてくるから、営業力は全然つくかなとは思うんですけど、まあでも大変ですよね、普通の仕事もしながらですから。デビュー戦なんてだって3万円とかそんなぐらいですから、チケットで。だとしたらまあちょっときつい。それで3万円だけじゃなくて、チケットもやっぱノルマとして何枚何十枚っていうのはちょっと売らなきゃいけないっていうところもあったりするんで。いっぱい試合つかなきゃいけない。そうですね、試合つかなきゃいけない。そうです、そうです、そうです、言う人がいっぱいだけ。そうなんですよ、だからチケットが売れない人、しかもチケットが売れないとやっぱ会長なんかも試合を組んでくれなくなりますよね、組みにくくなりますよね。だってそれで興行が回ってるわけですから。だからそこら辺はチケットを売れる選手とかやっぱ、うん、そこら辺は重宝されますよね。そうか、はい、深いっすそうなんですよ。え、ご結婚とか。あ、結婚してないです。一回もしてないです。はい、もう 今はもう女の子というか、もう3年4年ぐらいそういう行為してないです。
それはなんか分かんない。いや、なんか性欲が薄いっていうのももちろんあるんですけど、なんか最近、ここ10年ぐらいですかね。いや、10年、15年ぐらい、そうですね。15年はい。結構な、まあ性欲が薄いタイプなんですけど、30歳以降からもっと薄くなってっちゃって、だからなんかっていうよりもなんか今やりたいことがもうすごいある感じになっちゃってて、今 YouTube もやってるのも、 YouTube をすごい有名になりたいっていうのは、一番根本的なのはすっごい有名になりたいです。なのでだから三谷さんとかにもちょっとお願いした感じになってるんですけど、こうやってそう取材もしてほしくて、なんでその有名になるためのなんか施策っていうか、まあことをいろいろ YouTube だったりだとか、なんかそういう取材の感じだったりとか、いろんな今はコラボとかやらせてもらったりだとか、 YouTube がそういう風なところのなんか風穴になってるなっていう風にちょっと思ってて、あ、今でもまだ3万人ぐらい、でも3万人いるんですね。今3年ぐらいもやってるんですよ。もう 1年ぐらいですね、まだ三谷さん。でもさすがだなと思いますね。さすがテレビディレクター、他人の力を借りまくる。あ、すごい。いや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 、そんなことないと思います。すごいもうスキルだと思います。ノートとかも読ませてもらいましたけど、相当やばいっす。もう心打たれまくりですね。しかも後でちょっと聞きたいこともあるんですけど、それを、僕のことも撮ってくれる、僕のこと2人で喋るのも撮ってくれるんですか。2人で喋るというか、なんかこういう風な感じで今こういう風に撮ってくれてるじゃないですか。逆にどうするの、三谷さん、こういう風にやりたいなと思って。別にそれにします、切り替えます。